ちは。こんにちは。はい。さあ、どこよりも早い、今年の開幕オーダー大予想。ああ。5回目ですか。あのくじ引きで決めていってるじゃない。あ、そうですね。このペアをね、セバーね。はい。どこ出したいですか、そろそろ。もうあとだから2チームです。いや、もう4チームしかないから。そう、セは残ってるのはヤクルトと阪神。うん。で、パは日本ハムと。セーブはやったし、あ、ソフトバンクですよ。豊川さん、セーブそろそろどっち引きたいですか、はい、今回。まあどっちでもいいけどな。まあでもね、ヤクルトはね、もう言わなくてもみんな分かってると思うんだよ。まあそうですね。だとしたら、まあ阪神の開幕の方、予想の方がちょっと、まあそうだな。まあまあどっちでもいいよね。どっちでもいい。うん、まあ優勝候補の2チームは筆頭だから。そうですよね。そうそう。じゃあ豊さん、ちょっとここら辺、ちょっと阪神をじゃあ引いてください。阪神を引いてくださいね。忖度なしですよ、本当にこれは。お、阪神。引いた。引いた。阪神。なんかドラフトで交渉権を得たような気分だよ。ちょっと嬉しいですか。いやいや、ちょっと嬉しいね。おお。じゃあ私パリ。みんな。見てないです、見てないです。でかいね、お前の髪。なんで。いや、2枚あるんだよ。ちょっと。ハム。ちょっと、これは失礼だぞお前。ハムって誰がこれ。でかいカムにハムって。誰か破るとかね、切るとかな。ハム大きくね、ハムっぽいじゃない。お、いい。阪神対日本ハム、ハムシンプルありましたし、いいですか。そっか、ここトレードありましたもんね。あったっけ、エゴシか。はい、ありました。ということで、じゃあ今日は阪神、日本ハムの大胆予想いきましょうか。はい、はい、じゃあまずは阪神、岡田監督です。はい、はい、岡田監督がいよいよスタートするという、はい、ね、その中で、うん、まあ大田ってそんなに、あ、変わるな。まあそうですよ、そうですよ、ね、はい、まあ、ポジション的にも変わった選手がたくさんいるからね。そうですよね、はい、では1番いきましょう。はい、1番、はい、センター、うん、近本不動ですね、はい、投入をお願いします、うん、今年もね。そうですね、今岡田監督は要所要所でバンバン走らせてくるしね、はい、多分戦略的には動かすことは嫌いじゃない監督だと思う。はい、だからそういう意味では、まあ、近本というね、うん、足というのは武器にしていかなきゃいけない。はい、ね、阪神の不動の1番です。はい、さあ2番です。2番セカンド中野。もうここもコンビですね。もうすっごい定着。ちょっと言いそうになっちゃった。何をですか。いやいや、え、中野頑張れ。お、頑張ってほしい。 WBC 行くかね。行くんじゃないですか、やっぱりあの足だったりとか。まあ二遊間できるしな。そうです、そうです。ショートもできるし、はい、まあセカンドもね、うん、練習もしてるし、はい、だそういう意味では、うん、な、まあ、中野っていう選手が少しずつだけども大きくなってきてるよね。そうですよね、存在感がね、はい、はい、ポジションセカンドね。あ、そうですね、はいはい、ここはこう、あの今シーズンからはっていうところですね。はい、はい、そして3番です。3番、うん、サード佐藤。はい、ね、公言してますもんね。3番サード佐藤。あ、これは陰は踏んでんだ。陰は踏んでないんですけど、頭文字が一緒です。まあ、陰踏んでそれも何ラップではいいの。あ、いいですね、これいいです。ちょっと言ってみてください、ラップっぽく。3番サード佐藤。あ、いいです、3番佐藤佐藤、いいですね。佐藤のご飯は美味しいよ。そんなことない。ご飯は佐藤のあれ、そうですね、切り餅、うん、ああ、はい、おかしいの。いや、おかしくないです、合ってます、はいはい。まあ、今年はね、うん、もう岡田監督って内野も外野もっていうことはないと思うよ、はい、だからもう専念できると思うから、はい、その専念したものをやっぱバッティングに生かしてほしいな。そうですね、はい、ここは、うん、だから専念した時にどれだけの能力を発揮できるかね、うん、まあ、それを楽しみにしたいよね。そうですね、うん、あと岡田監督はでも3番佐藤輝明選手っていうふうに公言もしてた。最初に言った時は4番って言ってた。4番って言う、あれ、あ、じゃあ、あれ、いやいや、4番じゃないと思うから俺はね。あ、岡田監督は逆にしてたわけですね。うん、もういや、4番でしょみたいな。おお、じゃあここを豊さんは変えてくる。多分変えてくると思う。ああ、わ、うん、かりました、はい、はい、ということで4番が、あ、4番、はい、ファースト大山、はい、豊さんはそう予想すると。大山のところにはね、回るんだよね、チャンスが。だからまあもう回るんだったら何番を出しても一緒やんだ、じゃあ4番打てみたいな、うん、お前が返さなきゃ勝てないよみたいな、はい、本当に不思議な選手だね。そうですね、なんかその星のもとに生まれてるんですかね、うん、なんだっけ、マー君、神の子、シーの子、いや、それですよ、大山も、いやー、大山も不思議な選手や。
もう天国でそういうふうに言ってるかもしれないですよね。どこがいいと思う。まあ、まだ長いので、まあそうだね、はい、持ってください。いやだから大山が打つか打たないか、まあ、6番で下げても回ってくるんだったら4番でいいじゃないかみたいな。うん、まあそうですね。まあ4番打てるだけのね、はい、ものをもうそろそろ、うん、まあ打ってない選手ではないけど、うん、安定感がないから、まあ、みんなは認めないかもわからないけども、うん、今年認めさせろみたいな。そうですね、不動の4番ということ、うん、そうだね、はいはい、頑張って5番です、はい、5番、はい、ノイジー。あ、取りましたよ、ノイジー選手。ノイジーノイジー、うんうん、やっぱ広角に打てて、はいね、大山が打てなくてもノイジーが打てる、うん、まあ一時のサンズみたいな、はい、勝負強さ、うん、まあ、そういうのを多分持ってるはずなんだよね、うん、あれだけ広角に打ったりとかできる選手っていうのは、はい、だから大山も助ける、ミスしたのを全部払いのけてくれるみたいなさ、はい、まあ、そういう外国人になってほしいなと思うけど ね、 ですね。岡田監督も本命はノイジー選手っていうふうにおっしゃってたので、4番がいや外国人の中 の、 人の中、ね、はい、本命がっていうふうに言ってたので、はい、まあ、そうですね、開幕スタメンノイジー選手多いにありますね。あるね、はい、うん、だから、まあ、ノイジーが5番にちゃんといてくれると、うん、まあ、阪神の得点能力は少し上がるかなっていう感じがする。例えば大山選手がちょっと調子が落ちてきたなと思ったら、そこが入れ替わる、まあ、まあ入れ替わることもあるだろうけども、うん、まあ、岡田監督の性格からすると我慢強いから、はい、まあ今日は打つんじゃないか今日は打つんじゃないかっていうことで長くなると思うんだよね。そういうことです。そうそうそう、我慢して我慢して、はい、はい、だノイジー、はい、5番ノイジー、ね、6番、はい、ライト、うん、森下。お、森下選手ルーキーいくよ。使いますか、豊さん。いけよ。もうこれはなぜルーキーでも開幕に使っていく。ここはね、その牧が1年目の時やったでしょ、はい、まあ、その後輩で似てる部分があるんだよね、うん、で岡田監督っていうのはやっぱり右バッター、甲子園は右バッターしか成長しないとかね、はい、まあ、いろんなことがあったりとかするんだけども、逆に浅野と被ったけど、はい、で外れ1位に森下なんだけど、はい、逆に阪神側からすると高校生を取るより森下を取った方が即戦力として多分考えられたと思うんだよ、はい、それをそのままこうなんか開幕のスタートに持っていくような気がしてならないんだよね。で阪神の岡田監督がルーキーの時に使われなかったんだよ、うん、あれだけの選手を。で監督がね、途中交代した時にもうすっと岡田監督を使ったんだよ。はい、バババーンと活躍するでしょ。そういう自分もそういう体験をしてるし、だから俺はなんかこう能力があってこれからの阪神を支えていく選手っていう風に岡田監督が感じたとしたら、俺森下を入れてくるような気がするんだよ。おお、あ、だから自分の時とちょっと被ってる、被らしたとしたらよ、はい、うん、そしたら俺は能力をこれから見なきゃいけない。まだ正月の段階だからまあ見てない、お岡田監督も見てないからまあなんとか分かんないけど、はい、それなりのものを出したとしたら、はい、俺は自分にかぶせて最初からなんかこう使ってみようって思うと思うんだよね、岡田監督は。だって5番までだからちょっと余裕があるもん、経験も豊富だし足も使えたりだとか、うん、ホームランを打てる選手がたくさんいるから、はい、ここで森下を使ってちょっと打てればもうどんどんつながってくるからね、阪神が。そうですよね、うん、まあダメだったら代わりの選手もいるし阪神がね、はい、だから森下を最初にちょっと使ってみるという。オールキー夢がありますね。はい、はい、8番、はい、小畑、はい、8番じゃない7番だな、はい、小畑、ショート小畑、はい、小畑選手、はい、ずっと秋季キャンプでもねショートを、うん、そうだなしてました。まあ能力的には高い選手だし、うん、まあそれは使っていくと思うけどな、うん、ここら辺ショートってなると小畑選手だったりとか、あと熊谷選手だったりとか、ああ競争ありますけれども、まああるよね、うんうん、まあだけどやっぱ将来的なことを考えると、うん、やっぱ小畑じゃないかなっていうような気がするよ、若いしな、うん、でここで育ち切ったら、はい、まあ向こう10年多分ショートには困らないというようなね、まあ、そういう選手だし、はい、まあ頑張らすんじゃないかなと思うけどね、はいはい、さあそして8番です。8番、はい、キャッチャー梅野。これなんかもう岡田監督も主となる捕手は梅野選手って、いやだからこれ好みだからさ、うん、まあ、例えばその矢野監督が梅ちゃん同じキャッチャーとして、はい、あんまり好きじゃなかったんだと思うよ。
まあの好みはありますからね。だから、うん、そのなんていうの、いや相性ここはちょっと違うんじゃないかとか、うん、そういう感じるところはあったと思うんだよね、はい。まあそういうことで、まあ岡田監督は、まあダメだったらダメだっていうふうに言うと思うし、はい、やっぱ梅ちゃんのバッティングだとか、やっぱこう勝負根性にかけてるんだと思うよ。だから梅ちゃんはいいなと思うよね。そうですね。はい。さ、はい、そしてで、ピッチャーは、もうそらもう青柳ですよ。おお。そらいないでしょ、それしか。そうですよね。ということは開幕は雨の可能性もあるんですかね。いや、だからあのドームだったらいいよな。そう本当に、まあまあまあもう出てますけれども、そうそうそう、まあ流れも変わるだろう、はい、まあもうここは青柳投手はいはいね、ないということで、はいはい、はい、というわけで続いてはパ・リーグもう大丈夫、ね、来ましたよ。大丈夫だね、大丈夫ですよ。日本、まあ、前回前々回はもうすっ飛ばしてました。パ・リーグすっ飛ばす勢いだったからね。そう、まあその分ね1チーム濃くお届けしていますけれども、はい、日本ハムちょっと待ってください、はい、予想して難しかったですか。あ、日本ハムか。はい、そうだな。ユダさん、どこを見てました。いやいや、ソフトバンク見てた。え、日本ハムです。ソフトバンク、あ、はい、はい、日本ハムね。はい、はい、これはどうですか。いやー、これはね、ちょっと難しいけど、はい、育ち切ったらすごいな、このチームは。まあ、若手多いですから、ね。いや、能力のある選手は多いね。のこれは、新庄監督はこうしてくるだろうと予想よりは、やっぱりユダカさんだったらこうするだろうっていう予想ですもんね。うん、まあ、そうだな。行きましょうか。ってことはあの選手は入ってますね、絶対ね、うん、いいか、こう発表する前に、はい、ルーキーもベテランも中堅もない、はい、実力通りに行くから、はい、ね、で使われた選手は、はい、トロトロトロしてたら、うん、テレンコか、そうです、テレンコテレンコしてたらすぐ帰る、はい、お、そうですよね。いいか、はい、お願いします、ね、もうルーキーもベテランも中堅もないぞ、はい、大事なことなので2回言いました、はいはい、一番ライト、はい、矢沢、いきなりですか。ああ、行く、ルーキー。まだ見てないけれどもっていう前置きがあります。これはね、はあ、ドラフトの時に俺は球団関係者だったら、はい、例えば1位に矢沢行きませんかって進言したね、うん、そのぐらいの選手だよ、はい、矢沢の能力っていうのはやっぱりね、魅力がある、うん、足もそうだし、まあピッチャーとしてもそうだしね、はい、だからまあ二刀流を多分やらせていくと思うんだけども、うん、開幕はライト矢沢、おー、ね、もう最初から行けっていうことなんですね。もう気にすんな、振っていけ、うん、ね、一番ライト高級質だ、はい、ね、うん、はい、何なんかあるか文句ないですないです、はい、1番ライト矢沢選手、はい、はい、2番、はい、センター松本剛、あ、松本剛選手、はい、ね、矢沢が失敗する、矢沢が塁に出る、生かすも殺すも、うん、ね、お前のバッティングにかかってる、はい、昨年首位打者よく頑張った、はい、ブロックにすんなよ、うん、ね、その矢沢を生かせるバッティングができるように、はい、ね、矢沢が倒れたらお前が絶対出る、うん、ね、そういう2番になってくれと、うん、いうことだよね。わかりました。2番は松本剛選手、松本、はい、はい、さあ3番です。3番、うん、ファースト清宮、お、清宮選手、ね、今年は40本、はい、まあ、40本いけなりっていうか、はい、まあ、30本はいけよと、ね、去年自身の、ね、キャリア入りましたか、まあ、2桁打ったしね、はい、うん、だから今年は清宮は30本は行ってほしい、うん、願いだね。そうですね、うん、そしたらもうまたプロ野球界が盛り上がってくるし、ね、エスコンフィールド北海道、はい、ね、君はスターになんなきゃそこで、うん、ね、で君はハイボールヒッターじゃなくてローボールヒッターだよっていうことをしっかり頭に入れて、はい、ね、打席に立つように。分かった、はい、よし、はい、いまだに誰もはいと言ってくれません、ね、そう、返事は1回、うん、分かったか、清宮、はい、よし、はい、サード、はい、サードじゃない、ちょっと待ってください、4番サード合ってますね、サード合ってる、うん、合ってます、4番です、4番サード、はい、野村、野村勇輝選手、ね、あの、4番なんですね、そこは清宮選手が4番ではない、違う、うん、4番、野村、なぜ託しましたか。まあやっぱり能力的なこともあるしさ、まあ安定感もあるよね、はい、だからまあパンチ力ももちろんあるし、うん、でずっと4番という英才教育をしてきて、はい、ここに来て清宮が育ったからって4番と3番を変えるっていうことはしない、うん、だから清宮よりも先に野村がね、どん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 実績も上げてきたし、はい、そういう意味では4番の意識を持ってキャンプにも入るし、オープン戦
開幕を迎えるだろうから、はい、その期待には応えてやらないといけないなっていう選手だよね。うん、ただ怪我すんだよ。そうですね。怪我したらもう知らねえぞみたいな。骨折もありましたからね。もうボキ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 汚れてもう本当に。もう頼むよ、故障だけはすんだ。そうですね、今シーズンは、ね、うん、故障したらね、また一からだから、体作りとか、はい、故障しないように頑張ったらどれだけの数字が残ってくるのか、うん、はい、まあ、楽しみにしたいと思います。はい、ね、5番 DH アリエル、中日やめてそこから取りました。そうそうそう、まあ、キャッチャーしかやらないという情報があるんだけどもさ、うん、まあ、DH だったらいいだろ別に。あ、そうですよね。なあ、だってお前知らないピッチャーをさ、いけないかぶってさ、リードできるかって、うん、もうそんな無責任な男じゃないだろって言ったら、はい、分かりました、 DH で打ちます。素直ですね。素直なんだ。そこは素直なんだ、ね、だって拾ってくれたからさ。あ、まあ、そうですよね。そう、まあ、拾われた感覚はあるのかどうか分からないけども、うん、でもまあ打てる選手だと俺は思うけどね。そうですよね、うん、だからちょっと君に DH を託します。おー、じゃあ開幕は DH なので、キャッチャーとしても出る時ももちろんあるってことですね。そうそうそう、もちろんもちろん、キャッチャーもやらせないとストレスになる。そうですね、嘘つきみたいな外国人選手ナーバスな部分もありますから、うん、なんでよみたいな、うん、言ったじゃないのみたいな、それで取ったんでしょそうですね、キューバの選手、はい、アリエル選手、ね、はい、はい、6番、はい、ショート、うん、上川畑、言えてますか、うん、上川畑って言ったりするよね。そうです、上川畑。上川畑選手、はい、はい。これなぜ6番かというと、やっぱ勝負強いんだよ。そうですね。この子。小柄でさ、何にもできそうもないような感じをしながら、本当にしぶといバッティング見せてくれるんだよね。そうなんですよ。だから去年も代打で出ることもあったんですけど、はい、代打で出て、はい、ね、結果出してとか。そうなんだよ。中盤はずっとショートを、はい、守ってましたね。でスタートしてたからね、はい、だからまあ新庄監督の信頼度も高くて、はい、だから上位に置くよりも中盤に置いて勝負強さを生かしたいよね。うーん、はい、そのために置いたんだからな、はい、上川畑、はい、あ、なんて呼ばれてんのかね、めんどくさいよね、上川畑。そんなことないです。長くない、綾小路みたいな感じですよ、はい、だからここら辺一文字浮いてるもんね長くなっちゃいますよ ね、 長いね、ちょっと一文字出ちゃうかもしれないですけども、はいはい、上川畑選手、はいはい、7番、7番、ね、レフト、はい、あ、迷ったぞこれは、迷った、うん、万波と、だけど、うん、しょうがない、はい、しょうがないと言わせないように、はい、今川選手、君の笑顔はチームを救う、明るくする、うん、ね、あなたが打ったらチームは盛り上がる、はい、ね、また北海道出身ということで、はい、ね、北海道民は喜ぶ、はい、ね、君の夢は満員の札幌ドームでホームランを打つことだって、はい、ね、と言ってファンクラブに入ってずっと日本ハムを応援し続けた、うん、ね、その気持ちを忘れんな、今川選手、ね、エスコンヒルで北海道に変わっちゃうんだよ。そうですね、ね、札幌ドームじゃなくなるんだけど。そうなんですよね。でも君はここでスターにならないと、やっぱ打席での打てた時の喜びだったり、あと打てなかった時の悔しい表情だったりとか、うん、すごく喜怒哀楽分かりやすい、ね、分かりやすいよね。だから すごく素直なんだと思うんだけども、うん、頑張ってほしいよな。この選手は大好きな選手だしさ、ピタさん、こう打撃と打つという意味では、うん、どういうところを今年改善して成長していってほしいですか。タイミングの取り方だな、ボールのこうやって引きつけ方だな、はい、と持ってきてパンと、うん、パーンだからさ、あ、うん、だからグーッと引きつけてパンと、こういうリズムと間が欲しい、あ、まあ、それができると、はい、もう俺会社で言ったことあるんだ、向こうのラジオで、はい、長嶋さんの動画を見ろって、はい、長嶋さんってこうやって引きつけるんだよ、この間がすごく良かった、この間が似てるんだよ、今が。だから長嶋さんになれるかもわかんないぞ、今が。ミスターに第2のミスター北海道、おお、ね、いや、なってほしいですね、いや、なってほしいし、だから万波とも悩んだんだけどさ、はい、逆に、まあ、今が万波選手があと一歩のところでやっぱその開幕に入れなかったっていうのは、まあ、ちょっと雑だったからな、雑だからな、そうかそうか、はい、わかりました、はい、はい、で、8番、はい、セカンド石、はい、ね、ちょっと地味なんだよね地味だけどさ、はい、ほら、シーズン中絶好調の時があってさ、はい、なんか当てただけなのにフェンチョクだとかさ、ポン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 ボールが飛んできたんだけど、なんかそれを忘れてなかったらいいなと思って。あ、それって中盤ぐらいだったんですか、シーズンの。
中盤ちょっと前だ、ね、ぐらい、全くダメな時もあったけど、はい、その時は絶好調だったんだろうな、うん、ポーンと当てたのがさ、ピューンと打球がフェンスまで飛んでいくとか、はい、ああこれバッティング、こういうバッティングをつかめばいいなって思った瞬間があったんだけど、はい、忘れてたのな。一回ね、またゼロにね、オフで戻る、まあ、まあそうだな、はい、でもまあ石井セカンド、はい、石井選手9番、キャッチャー伏見、おやめようかな。どうしてですか。いや開幕がもう公言してるでしょ、はい、ここは加藤、はい、あそうです、ね、まあ、加藤だったら誰でも投げるか、ああ受けるってことですか。受ける方はね、まあやっぱり点取ってあげた方がいいよね。まあそうですね、開幕趣味、はい、ね、よく来ていただきました、はい、ね、頑張ってください、はい、趣味選手打つ、ね、あのキャッチャーですもんね、はい、で加藤というね、はい、はい、ということで、うん、さあこれで、はい、10チーム長いな、はい、終わりましたよ、来ましたよ、はい、最後オーラス、もうオーラスはね、ヤクルト、オーラスはもう引くことない、ヤクルトとソフトバンクしか残ってない、はい、なので、ね、次回は明日はね、そうです、はい、ヤクルトとソフトバンクをお送りしたいと思います、はい、そうですか。